いや、恐ろしや、恐ろしや。酋長様、神様が行さん怒っていられます。なんであんなに怒っていられるのでしょう。宗庵は、石の玉座に座り、酋長らしく、ご上品にガタガタ震えた。答えを迫られた彼は、何の邪心もなく、ここ二三日、島でひそひそと囁かれている噂話を思い出し、それを使ってみようと思いついた。宗庵は咳払いをしてこう言った。不義のためじゃ、不正のためじゃ。不義ってのは何でありますか?と広志が言った。広志、お前は知らんのか?お前の兄の信二が宮田の娘の初恵とおめこしたからだぞ。それを神が怒っておられるのじゃ。兄のことを言われて、それが不名誉なことに違いないと感じた広志は、激怒して酋長に食ってかかった。安野が、初恵とどうした?おめかしたったらないや。知らんのか。おめかしたったら男と女が一緒に寝ることや。そう言っている宗庵もそれ以上は知らなかった。しかしこの説明を十分侮辱的な色彩で塗りたくることは知っていたので、広志はカッとして宗庵に飛びかかった。宗庵は肩先をつかまれ、頬下駄を一つ払えたが、乱闘はあっけなく終わった。というのは宗庵が壁に叩きつけられたとき、消え残っていた2本のろうそくも床に落ちて消えてしまったからである。洞窟にはお互いの顔がおぼろげに見えて、見て取れるほどの薄明があるばかりだった。ヒロシと宗庵は息を弾ませて向かい合っていたが、ここでのつかみ合いが下手をすればどんな危険を招くかが徐々に分かってきた。喧嘩やめんか、危ないやないかと勝家が仲裁に入ったので、三人はマッチをすり、その火でろうそくを探し当てて、それから言葉少ないになって洞窟から這い出した。郊外の明るい光を浴び、岬をよじ登って岬の背へ出た時には、日頃の仲良しはまた打ち解けて、さっきの喧嘩も忘れて顔になって、歌いながら岬の背の細道を行った。堀の浜辺は磯伝い、弁天八条二羽の浜。その堀の浜は、岬の西側に、島でも一番の美しい海岸線を描いていた。浜の中央には、八丈ヶ島と呼ばれる二階建ての一軒の家ほどの巨岩がそびえ立ち、その頂には、頂にはびこった廃町の傍らに、四五人のいたずら小僧が、何か叫びながら手を振っていた。三人も手を振ってこれに応えた。彼らの行く小道の周りには、松の木の間の柔らかな草部のところどころに赤い原芽の花が群がって咲いていた。おう、和栗線や、と勝庵が岬の東側の海を指さした。そこには、二羽の浜が美しい小さな入江を抱き、その湾口近く、三隻の和栗船が潮待ちをして佇んでいる。それは格子に連れて引いてゆく歌さやみを操る船である。広志もおおっと言って、友と一緒に海のきらめきが眩しい目を細めたが、さっきの宗庵の言葉はまだ心に重く、時が経つにつれてますます重く心によどんでくるような気がした。夕食の時間に広志はすきっ腹を抱えて我が家へ帰る。兄はまだ帰っていない。母が一人でかまどの口にソダを押し込んでいる。木の跳ねる音とかまどの中の風のような火の音がして、うまそうな匂いがこの時刻ばかりは川屋の匂いを消している。なあ、母か。と広志は畳の上に大の字に転がったまま言った。なんや。安野が、初恩礼と、おめこした、言うとった人があるが、何のことやろな。母はいつの間にか、かまどのそばを離れ、寝ている広志のそばにきちんと座っている。目は異様に光っている。それがほつれた遅れ子と一緒に、怖く見える。広志、の、それどこで聞いてきた。誰がそんなこと言うた。宗庵や、そんなこと二度と言うたらひどいぞ。兄さんにも言おうやねえぞ。もし言うたら何日でも飯食わさんぞ。ええかれ。
母親には若い者の色事に関する寛大な見解があった。雨の季節の間も焚き火に当たりながら人の噂をするのが嫌いである。しかしもし息子の色事が世間の噂を敵に回さねばならないような場合となれば、彼女は母親の義務を遂行する必要がある。その晩、ヒロシが寝てしまってから母親はシンジの耳元に口を寄せ、低い力強い声でこう言った。の、初江のことで悪い噂を立てられとるの知っとるか。シンジは首を振ったが真っ赤になった。母親は困惑したが、一計も乱れない見事な率直さでその場を押し切った。一緒に寝たのか。シンジはまた首を振った。そうやったら人に陰口を聞かれるようなことはしとらんのやな。ほんまか。ほんまや。よし、それやったら何も言うことないわ。気ぃつけや、世間はうるさいよって。しかし事態は好ましい方へは向かっていなかった。明くる晩、女たちの唯一の集会である後進様の集いに真珠の母親が行くと、顔を出した途端にみんなはしらけたような顔をして話をやめた。噂をしていたのである。明くる晩、青年会へ出た真珠は何気なく戸を開けて入って行くと、明るい裸伝統の下に机を囲んで何か熱心に話していた連中は真珠の顔を見て一瞬沈黙に陥った。潮騒だけがその殺風景な部屋いっぱいに漂い、まるで部屋には一っ子一人いないように思われた。真珠はいつものように壁に寄りかかって膝を抱いて座って黙っている。するとみんなはまた常のように賑やかに別の話題を始め、今日は珍しく先に来ている支部長の野草は机の向こうから真珠に気さくに会釈をした。何も疑わない真珠はにっこりしてこれに答えた。ある日、太平丸の寮の昼飯時に思い余ったように龍二がこう言い出した。真兄、おら腹が立ってな。安兄が宇野のこと偉く悪く言うとるが。そうか。真珠は男らしく黙って笑った。船は滑らかな春の波に揺られている。すると寡黙な重吉が珍しくこの話題に口を差し挟んだ。分かっとる分かっとる。そら野草の焼き餅や。あの小僧、親父を鼻にかけて気色の悪い大バカもんや。真珠も偉い色男になったもんやな。焼き餅を焼かれとるんや。真珠、気にかけえな。うるさいことになったら俺が味方になったり、なったりによって。野草の撒いた噂はこんな風に村中のどこの辻でもしつこく囁かれるようになったが、初江の父の耳にはまだ入っていなかった。それがある晩、村中で一年中話題にしても尽きないような事件が起こった。事件は銭湯で起こったのである。村のどんな裕福な富裕な家でも宇宙の設備がなかったので、宮田照吉は銭湯へ行った。彼は傲慢な身振りでのれんを頭で跳ねのけ、むしり取るようにシャツを脱いでカゴに投げ込むので、ともするとシャツや帯はカゴの外に四散した。すると照吉はいちいち大きな舌打ちをして足の指でそれらをつまみ上げてカゴに放り込んだ。周りで見ている連中は恐れをなしたが、これこそは老いても気力の衰えていないことを公衆の前に示すべく照吉に残された数少ない機会の一つであった。しかしその老いの裸はさすがに見事である。赤銅色の獅子には目立ったたるみもなく、鋭い目と頑強な額の上には獅子のたてがみのような白髪が乱れ逆立っている。酒焼けの下胸の赤らみとこの白髪がいかにも怪異な対象なしている。隆々たる筋肉は久しく使われないために硬くなり、それが波に打たれて一層険しくなった岩尾の印象を強めるのであった。照吉は歌島のこの島の労働と意志と野心と力との権下だと言ってもよかった。一大武元のやや野比な勢力に満ち、村の公職に決してつかない見解なその気象はかえって村の
主だった人たちに重んじられるもとになった。冒天歓喜の驚くべき正確さ、漁労と航海に関する無比の経験、村の歴史と伝統についての高い自負とは、しばしば人を入れない堅くなさや、滑稽な偉がりや年を取ってもとらえない喧嘩っ早さなどで差し控えたが、とにかくこの老人は生きているうちから万事銅像のように振る舞っておかしくなかった。彼は風呂場のガラス戸を引き開けた。かなり混んでいて、おびただしい湯気の中に人の立ち入りの輪郭がおぼろに見えた。水音や桶のぶつかる明るい木の音や笑い声は天井に反響し、一日の労働の後の開放感が豊かな湯とともに溢れている。照吉は湯に入る前に体を消してすすがない。風呂場の入り口から堂々と大股に歩いて、そのまままっすぐ湯船に足を突っ込むのである。湯がどんなに熱くても意に介しない。心臓や脳の血管などということについて、照吉は香水やネクタイに関するほどの関心も抱いていなかった。湯船の中の先客たちは頭にとばっちりを引っ掛けられても、相手が照吉と知るとおとなしく黙礼した。照吉は傲慢なその顎まで使った。湯船の近くで体を洗っていた二人の若い漁夫は入ってきた照吉に気づかなかった。はばかりなく大声で照吉の噂をした。宮田の照じじいも猛毒したもんやな。娘を傷物にされて気がつかつかんどるでな。久保の信二はうまいことやったやないか。子供やと思っとるうちにちゃんと油揚げをさらっていったでな。湯船の中の先客たちは照吉の顔から目をそらしてもじもじしていた。照吉は赤くゆだっていたが、一見平静な顔つきで湯から上がった。そして二つの桶を両手に下げて水槽から水を汲んだ。二人の若者のところへ近寄ると、両方の頭へいきなり冷水を浴びせ背中を蹴り上げた。石鹸の泡に半分まぶたを閉ざされた若者はいきなり反撃に出ようとしたが、相手が照吉と知るとたじろいだ。老人は石鹸の泡で指先の滑る二つのうなじをつかんで湯船の前へ引きずった。二人の頭は恐ろしい力で小突かれて湯の中へ潜り込み、老人の太い指はうなじをしっかりと掴んだまま、すすぎ物をするように二つの頭を湯の中で揺すぶって小突き合わせた。その挙句、あっけに捉えて立ち上がった湯あみ客たちを尻目に、照吉は体も洗わずに大股に風呂場を出て行った。第11章。あくる日、太平間の昼飯時に親方の重吉はタバコ入れから小さく折りたたんだ紙片を取り出して、ニヤニヤしながら新次に手渡そうとした。新次が手を出すと、ええか、こいつ読んでも仕事を怠けんって約束せるか。俺はそんな男じゃないと新次は言葉少なにきっぱり答えた。よし、男の約定やで。今朝テルジーの家の前を通ったら、初恵がひょこひょこと出てきよって、物も言わんと俺の手のひらにこの髪をぎゅっと押し付けて、また言ってしもうた。この年になってつけ踏みされたと思うて、ええ気持ちで開けてみたら、新次様とあれやないか。なんじゃアホらしい。すんでのことで引き裂いて海の中へ投げ込もうとしたがな。まあ気の毒やと思って持ってきたがな。新次が髪を受け取ると、親方も龍二も笑った。小さく折りたたんだ薄髪を新次は節くれだった太い指で破れるように注意しいし開けた。髪の隅から吉津の粉が手のひらにこぼれた。便箋にははじめ万年して書き出したのが、2、3行して陰気が尽きたらしく、薄い鉛筆の字に続いている。稚拙な字でこんなことが書いてある。夕べお父さんが銭湯で私たちの悪い噂を聞いて大変怒り、もう新次さんには決して会ってはいけないと言い渡されました。いくら弁解してもお父さんはああいう人ですから無駄なのです。夜は起業の前から
朝は七両の終わるまで決して外へ出てはいけないと言います。水当番も隣のおばさんに代わってやってもらうと言います。どうすることもできません。悲しくて